さっき見つけた腐れ湖というステージですが、エインセル川の下流に広がる腐れ湖は、外なる神の一体、その神聖の封印の地であったというってことは、多分デミゴット以外のやべえやついると思うんですよ、ボスで。知らんけど、なんか全く関係ないやべえやついそうなんですよね。下流に広がる腐れ湖ってさ、小林、お前がうんこ流したから多分汚染されたんだぞ、腐れたんだぞ。エインセルじゃない、腐れ湖の色は何色だったか覚えてるか、小林。赤だよな。そしてお前のボディカラーは何色だ。赤だよな。それではね、ノクステラの正面入り口に戻ってきたので、ここからダイナマイト探索をしていきたいと思います。さすがにここが正面入り口だよな。なんかさ、いろいろ分岐があって広そうだよこれ。そこにいるのは一人のかわいそうな男ってわけだよな。行って、この野郎。あ、だ、宝箱めっちゃありそう。でも開くのかこれ。開かなそう。死体を漁ります。ノックスの層。そうだよ。え、めっちゃ宝あんじゃん。悪いな、この宝全部俺のもんだからな。ちょっとキモいよ。アリの頭の盾じゃないこれ。毒状態の蓄積90はめっちゃ強いけど、キモいからやめてくれ。2つの、地下側に生息する大アリの肥大した頭部そのまま盾としたもの。特に敵の攻撃を弾きやすい。また大アリは毒虫の一種であり、この盾は免疫の耐性を高める。筋力28いるのと、でジャンルは大盾ですね。でまあ物理カット100がついているのと、ガード強度もそれなりに高いという感じになっております。これは宝じゃないの。これは宝でしょ。は、宝箱だと思うだろう。宝箱じゃないのこれは。ふざけんじゃねえよ。おい、ふざけんじゃねえぞ。全部コナミ人だよ。こいつもこいつもどいつもこいつも俺をお手遊びやがって。コナミ人にしてやるぜ。結局宝1個だけかよ。ぬか喜びさせやがって。あいつはバクスタで取ります。夜道に気をつけるんだな、あんた。しばらく敵が入ってこないからって油断してたんじゃないのか。だから敵っていうのはいつどこからともなくやってくるものだぜ、この小林みたいにな。よし、うわー、キモいな君たちは。でもこいつらは1体やれば一網打尽。はい、一網打尽、連鎖して死ね。フルコンボだよ。ぷよぷよみたいで気持ちいいからここ。連鎖してそのまま消えていく様はまさにぷよぷよ。あー、でも残ったやつがいる。お前残っちゃったのか。ダメだろお前残っちゃ。よし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 。いや、お前も残っちゃったか。ちょっとギリ、水じゃないから、水のところにいないから、そんなに連鎖性が高くないのか。それじゃあぷよぷよたちも消したので、こっちもあるけど誰かいる。あれ、ガードカウンターの時間だ。あ、やばいよ、ファランクスじゃん。ファランクスパイセン、ファランクスデモンズソウルだよ時代は。やばい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 、抜けられない抜けられない。抜けられなくなってる。ちょっと火投げしよう。おい、ファランクスにはこれが一番効くって相場が決まってんだよ。なぜだ。なぜ。ありえない。うおー、小林ビーム。うおー、小林ビーム。誰か一体でも死滅してくれ。最後に残ったお前は俺様直々に押してやるよ。よいしょ。ガードカウンターの時間だという忠告を全く聞かなかった男。ここも雰囲気がブラボなのよな。この宝箱の開け方といい。はい、あー、レース型積みの鈴玉。ちょうど切らしてた。助かる。ちょうど5、6あたりが作れなくて困ってた。7、8、9あたりは作れて、3、4も作れたのに、5、6あたりがちょうど作れなかったんだけど、ここに存在してたんだな。なるほど。俺は飛ばして攻略していたというわけですね。ここをね、まあここなんか中盤で来れるからな、多分、きっと。この際貴重なアイテムがある。絶対、なんかさ、これ大丈夫、この水は。大丈夫だわ。この際貴重なアイテムがある。よし、お前らを信じるからな、俺は。おうおう、貴重なの、ほんと。うわ、待って、これ、穴に見えて怖いんだけど。あ、遺体漁りまーす。弓兵の位牌。で、上の方に来ると。このステージさ、ボスいなさそうなんだよな。で、こっち入れる？血の入れないです。あ、すいません。入れてください。ダイナマイト小林でーす。入れた。入っちゃったけど。おー、入れてくれよ。中から、あ、てかあいつさ、誰。あいつさ、知ってるみたいな。
俺はこの先兵器に注意しろ。なんか飛ばしてくる可能性ある。こっちが本物っぽいよ。本物って本領発揮ゾーンっぽいからな。で、こん中は入れないの？こん中入ろうぜ。入らせて、わあこれか。じゃあ余裕で入れるじゃん。石剣の鍵ぶっ刺し、ぶっ刺して、あーでもあいなんか中に敵がいるだけだったらどうする？これ開け損ですよね、それって。責任取ってもらわないとダメですよね、その場合は。そうだよノックスの、そうだよ。はい、もうあいつ、なに？あーでもあいつ避けられてないぞ。おめえよ、なに？やばい、ローリングかわした。小林選手うまい。さああいつはじゃあもうフルボッコしに行こう。横から行ったら気づかれないのがこのエルデンリング。意外に意外に横の視点はないのでカスです。カスです。はい、お前はカスです。これでバクスターを取られたらカスです。はい、オッケー、終わり。宝箱さすがに開くよな。どれか、これか、これは開くね。これが重要なのよ。これでいいものじゃなかった場合、剣使い損。永遠の都で作られた古い傀儡、夜乙女と剣士の霊体を召喚する。自ら望んで傀儡となった二人の姉妹、冷たい血の流れる、異人種であり、流体の武器を振る。クレイジー、ワーオ、イッツクレイジー。お、ゴロゴロしてる、ゴロゴロしてるけど、なんで重力を無視して、重力を無視してなんであれは登っていくんだ。で、これも拾っておく。黄金のルーン、でもあの弾殺せるからな、全然。でここすげえブラッドボーンなんだよな、この感じ。この感じブラッドボーンなのよ、本当に。うわー、ゴロゴロしてるわあいつ。めちゃくちゃ、あ、なんかすごい、俺を見つけた途端喜んでこっち来たよ。でもあいつ詰まってない？あいつ詰まってるわ。ざまあ見やがれ、挟まれ挟まれ、挟ま、そこで挟まっとけよお前。よしよし、挟まれ、壊さないで。やばい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 、くんなくんなくんなよ、来なくていいよ、来なくていいよ。いやでもこのままこうやって後ろ取ってたら絶対、あ、やばい、方向転換してくるぞこいつ。さては、ちょっと待ってちょっと待って、君君君、再配置されない敵だったらこいつは殺してもいいということよ。かわいそうな、かわいそうなのお前突っかかって。よし、で中からなんか出てきましたと。はい、よ、雫の妖精だね。で、ここはなんだ、教会みたいな感じ、なんか動いてる。あー、はめられた、扉閉まってる、閉まっていこう、扉閉まっていこう、カウンター。刺していけ、これで開くと。いや、はめられたわ。でも雫の妖精ゲットできるから。雫の妖精、まあ生まれ直しの素材となるけど、9個もあるけど、小林今んところ生まれ直さないからな。多分やっても1回ぐらいだからな、ステータス直すの。レース型のスズランの大輪だから、霊を最大限まで強化するやつがここには置いてあったと。小林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 ダイナマイ、さあ行きましょう。おー、いた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 、ダイナマイ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 と小林アタックスラッシュ。さあお前は何をくれるのかな。装飾探石もうね、めっちゃ余ってるんだよな。で、祝福はまだか。その通りである。祝福はまだか。全くもってその通りで、なんか、この先個別撃破が有効だから、でもここ最後っぽくない？あそこの、王座みたいなところ。あ、でもなんか呼べるよ、ここ。呼べちゃいますけど。壺男言っとく？壺男さんお願いします。さあ、我が相棒、裸の壺男。え、なんかさ、やばいわ。ちなみになんかいるわ。ちなみにいる。つぼとさん、つぼとさん、何この、やばいやばい、このデトロイトビカムヒューマンみたいなやつら、何、やばいやばいやばい、ちょっと待って、チェーンされる。いや、あっちや、つぼとさんにあっちは任せよう。つぼとさんにあっちは任せて、こいつは出血パラダイスで倒す。つぼとさん、クソビン投げてるわ。つぼとさん、助けに来ました。よし、危ない危ない。つぼとさん、ありがとうございます。つぼとさん行きましょう。あいつはバックスター取れそうだな。上に鉄球ゴロゴロは、いや、こっち、こいつ絶対こっち見てるわ。つぼとさん、つぼとさん助けてください。ナイスー、ナイス、つぼと。
俺も遠距離パラダイスしようこれ遠距離パラダイスね。てか落雷当たったら強いぞこれ。あでももう撃てないか。スモトコさんいいっすよ、私任せてくださいステップまみれだこいつ。いや結構ステップ早いなあいつ。中距離攻撃をするために作られた敵だからな、ステップの移動距離が半端ないんだよな。はい任せろ。オッケーナイス、スモトコさんナイスです、完全にナイスです。ノクス、あ、つぼとこさんが消滅したということは、これでここの敵はもう本当に全て倒したってことですね。で、この永遠の都系は敵多分いないのよ。ボスがまあいたとしても、あのソレイのなんかあの馬、馬、クソザコ馬くんぐらいしかいないから。はい、宝箱を漁っていきます。ノクステラの月はなんだ？このマークはタリスマンか。左上のあのマークで。あのどこに配置されるかっていうのをあのちょっと前に気づいていたんだけど、あの×を押すタイミングが早すぎて、あのどこだったかが見えないという。記憶スロット増やす、あーこれつけるとね、でも記憶スロットもう何個ある、もう8個あるけどこれつけたら10になる、2個増やすと。伝説のタリスマンの一つ、記憶スロットを増やす、それは彼らがなくした黒い月を模している。ノクステラはノクステラの月は無数の星を従えていた。っていうことはさ、下の記憶スロット欄的には10個かな、メモリー、なんかメモリーみたいなやつ、記憶スロット増やすやつが10個あって、さらにノクステラの月で12個まで最大いきそうなオーラはあるよね、この世界中を探索したら。そんな感じなのかな。でここはまあこれ取って終わりなんじゃないでしょうかという私の推測。じゃあもうあとはこっちだよ、腐れ湖に行くしかないよ。さあ小林、この腐れ湖攻略してくれるか小林行きたくないよな、でも行ってくれ、ちゃんと高評価するから、俺の愛の戦士チャンネルから、お前の小林ダイナマイトチャンネルに高評価してもらえるように俺のチャンネルから宣伝するから、行ってくれるか小林それなら行ってくれるか小林行ってくれそうです。いやでもお前一番似合うよこのステージ保護色だしな。さあじゃあ参りましょうか。あっちじゃね、地図を見る感じはあっちの入り口を目指した方がいいんだけど、こっちも気になるよね、このなんか田んぼ茶畑みたいになってるやつ、茶畑みたいの方も気になるけど、とりあえずあっちにアイテムとか見えてるから、もうねこれもうしょうがないのよ、疫病になるの疫病とともに進むしかないのよ。エオニアの蝶疫病とともに進む、おなんかあるじゃんここ、超あ扉かと思ったら超エキサイティングやばいよ、ちょっと本当にまずい、ちょっとこれ獣の生命使おう、獣の生命と、いやでにしてもにしても回復が足りないよこれやばい、もうここ死ぬの前提でアイテム回収しようやばい、ここレーバー乗れないのきつすぎでしょ、乗れないもんなきつすぎるよー、ここやべえぞー。まあとりあえず何やともあれ探索だよな、ちょっとしんどいよここ全部聖杯、青しずくとかもういらないな、ここ赤しずくの方に全振りしないと。なんかいるわ、なんか出てきちゃったなんか出てきちゃったな、ちょっと癒されよう、うわ近くいるしそこに、いやお前らかいお前らはさダメだよね、お前ら出たらダメなんだって、お前らどんなとこに住んでんだよ、お前ら本当にヤバいって。はい胆石7、よしとりあえず撃破したけどとりあえず撃破したけど、きめえなこいつら、こんなところに出てくんじゃねえよ。さあ今どの辺歩いてる、これ、いやまだ始まったばかりかよ、もう結構中盤ぐらいのここのぐらいのイメージだったんだけど、そんなことはなかった。あとは真ん中の方も探索しないとな、やべえなここな、まあここさすがに横の方に隠し洞窟はないと思うけど、真ん中とか行ったらボスとかワンチャンありそうだよな、こんなところで戦いたくねえけどな、戦いたくねえけどな俺はな、お前みたいなやつら結構いいんだな、ここスルーでいいわ、こいつらいちいち倒しててもしょうがないわ、スルーでいいでしょここ、いやヘリエグヘリエグいで、超は
超手に入るけど。あー出た出た。お前らこんなとこに住んでんのかよ。もうちょっと住む場所考えた方がいいぜ。誰がここに来るんだよ。あ、花が咲いてるわ。こんなところに変色してもなお美しく咲いております。なんだこれ、なんだ山あれ、こっちは？なんか起こるわ、てか死ぬわ。なんか起こるわ。あ、なんか起こってる、なんか起こってるけど、一旦癒されよう。あ、これで土地を増やしていくゲームだ。多分これで土地を増やしていくゲームだぞ多分。で、真ん中にいるのもしかしてボスだったりする？よいしょ。ここ呼べるってことはさ、ボスなんじゃねえの？嫌な予感ですね。あいつ多分俺の予想だとさ、ノクステラのあの竜神兵みたいなやつだと思うんですけど、で足場を出してあそこでなんとか頑張って戦えみたいな、そういうことなんじゃないの？そういうことでしょう絶対。わあ蝶だ。あれ取る意味ある？エオニアの蝶取ってもな、なんか腐敗やみたいな、あれぐらいでしか使わないからな。てか死ぬ、本当に死ぬここで。あのまたバシリスクくんたちがこういるでしょ。でも逆に言うとバシリスクがいる近くにはこういうアイテムがありがち。ちょっと一回回復すっか。一回癒されよう。一回これ止めよう。ういやでもこれは便利だわ。これ直せんのマジ便利すぎる。これ呪術じゃない奇跡で。そっちから登ってあっち上がってなんかありそうな予感があるだけ。よし、なんとかそこをなんとか。これジャンプ中もたまんのかよ。一回癒します。一回これ癒しよう。これでもマジ便利。これがあるのマジいいわ。よいしょ、小林ジャンプ、小林ジャンプ。お、なんかになんかあるんじゃない。わお、上にあるだけ。上にはあるねこれね。はい、ここだここだ。やばい、飛びすぎてると死ぬ。飛びすぎる。キノコの王冠ゲットした。キノコの王冠だ。びっしりと全身に生えたキノコ、そのそびえ立つ頭の部分、周囲で、毒あるいは腐敗状態が発生すると攻撃力が高まる。え、これつけたらよくない？かつて赤い腐敗に仕えた偉大なる王たち、これはその王冠であろう。これつけてたら小林いいね。小林いいよ。これさえあれば俺も最強になれるってことだろ。じゃあ一旦さ、お前ら死んでくれない？ちょっと一旦こいつら殺すわ。あ、2発でギリ殺しきれないのか。おい、お前ら一回死んでくれねえか。よいしょ。あ、でもこれ下水になってるから結構周りに伝染して近いやつにダメージ与えられるね。よいしょ。ほら、くたまれこいつら。あっち行け。あ、何体いいんだよ。結構出てくるわ、ここ。入り込んだが最後地獄だな。もう一匹ぐらいいるだろう、そこに。我々なんだよ。さあ、回収完了。オッケー、入ってきたわ。いいね、小林行こうか、それで。とりあえずそれで行こうか、小林。小林さんいいですよ。ありがとうございます。おー、でもなんか攻撃力上がったっぽい、なんかエフェクトみたいのが見えたな。攻撃力上がったエフェクトなのかはわからんけど。これどこまで行けるかな。聖杯瓶がそろそろ限界。限界で、あっち見る必要はなさそうか。あ、蝶が蝶いっぱいあるわ、でも。もらっとく？この蝶エリア。めちゃくちゃ蝶いいんじゃん。蝶めっちゃいる。あっちはなんかメッセージみたいになる。あれなんだあれ。あ、待って、スカラベくんじゃん。こんなところでお前、木伸びてる？これ爆発するやつ？たまに爆発するやついいんだよな。あー、探石ね。別にあんまり嬉しくなかった。君は？君は？この先橋がある。OK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 、Thank you!Thank you。 これで橋とか全く関係あ、ほんと橋ごか。橋とははしごのことだったのですね。よいしょ、上登っていきます。ただこれもし仮に正規ルートだった場合、俺は戻らなければいけない。俺の探求心がそう言っている。ここからはこの先昇降機が必要だ。ほんまそれな。でもこっちから降りれるでしょ。降りれないの？ジャンプだと思うだろ。は？何のためにここ来させられたんだよ。奥にもあるし、多分左のあっちに入りたい感じはしてるんだよな。で、真ん中のあそこで多分バトルが多分勃発する。ここさー、ちょっと多分飛び降りられないよ。昇降機が必要って書いてくれてるってことは飛び降りられません。そして聖杯瓶が最後の一発。あ、待って、そこちょっと待って、なんでなの。うおー、
何これ。おお、めっちゃ出てきた、めっちゃステージ出てきた。めちゃくちゃ昇降機だった。てか死ぬ、あ、やばい、助けて、本当に助けて、死ぬ。俺の冒険ここで終わっちまう。出てきたけど、うわ、なんでそこ、また体についてる分の赤い腐敗に俺が侵されるわ。あー、下がって下がって下がって。いや、この先はどっかで押すんだ、あれか、あれをしたら向こう側からまた渡ってこれるんだ。でもこの先はないのよこれ絶対。ほら、だからあっちの、あっ、はぁ、死ぬんかい。いや、でもこれちょっとずつ解放していくしかないんだな。今は左の方は制覇したから、あと真ん中とこっちの右の方だね。で、鳥間そこに、鳥間そこにですよ、そこにあるから、これが、ちょっと待った、ギリで、どこが上がる。で、あっち乗り継いでさ、どんどん行くわけよ。はいはいはい、こうやって床をちょっとずつ作っていくゲームなのよ、このゲームは。ちょっとずつこうやって開拓していくゲームなのよ、これで。ちょっとずつね、こうやって道を作った。なんか来ちゃった。もうあいつらスルーでいいでしょ。倒しても倒してもキリがないからな。で、右の奥、あっちにもアイテムあるけど、とりあえずあそこ踏むか。助けてー、また毒に侵されちゃうわー。よいしょ、はい、オッケー、よいしょ。じゃあこれ踏んだらどこが出てくる、これで。おー、そこね、そこがそう出てくる。やがて上通っていけるようになると思うんだよな。なんかいろいろ出てきたけど、とりあえずあそこに取り残されてるアイテムと、奥にもあるな。一回あっち行くか、死んでもいいわ。もう死んでもいい。このダイナマイト小林、もはや死んでもよい、死んでもよい覚悟でございます。さあ小林、飲んでいく。オッケー、あれあれ取ろう、あれあれだけ取ろう。はい、よいしょ。うん、ちょっと困ったねこれはね。この上はいけないんだな、見えてるこの、あの茶畑みたいな方か、別のところから行くんだろうな、行けるとしたら。じゃあ今回ちょっと右の方を重点的に調べるとするか。もう今回はね、片道切符よ、小林片道切符です。さっきも片道、あ、死ぬ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 、間に合って、間に合った、危ねえ、危ねえ。探索に気を取られてるとどんどん体力が持ってかれる。赤い腐敗マジでやべえ、やべえぞ。でも、こう下そのまま越えてさ、あっちに祝福あったらもうそれで解決するんですけど、血なそれで解決するんですけどね。そういうわけにはいかない可能性あるねこれね。やべえよちょっと宮崎、この毒沼はちょっと異次元だって。異次元やて、この毒沼は。でもあっちにもなんかあるから、あっち使って茶畑方面行くんじゃない。茶畑なんてできない、絶対お茶ができない方の茶畑行くんじゃない。あっちも祝福あったらいいんですけど、祝福ありそうだけどな、祝福ないんかな。あ、宝箱かこれは。オッケーオッケーオッケー、宝箱もらっておきましょう。はい、宝箱いただきます。誰だい、こんなところに宝箱置き去りにしたやつは。もらっといてあげよう。あー、これね、聖書、何作れるやつだろう。22は腐敗壺、腐敗系だね、腐敗壺系が作れるっていうやつだね。結構強いんじゃない、腐敗壺系は。とりあえずあっち見ちゃうよ、真ん中。まだここのステージの謎は解いていないけど、とりあえずあそこ渡っちゃおうぜ。やばい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 、ちょっと待ってください、許して。とりあえずここにたどり着いたダイナマイト小林です。火の癒しをして、おお気持ちいい。で、ここのアイテム取ろう。で、真ん中はまた後で来よう。とりあえず先が見たいという、ね、この探求心。わあ、なんか続いてるよ、こっちの方まで。祝福はないのか、この辺。祝福さえあれば。ああ、うわあ、右もあるし左もあるっていう感じなんだ。あっちは階段で優しいルートだけど、でもあえて厳しい方の道を行くのが、そう、小林なのです。犬？何犬って。この先遠距離、あ、祝福あんじゃん、助かる。祝福あるなら来てよかったし、下もなんかめちゃくちゃあるし、ここ大変なことになってるよこのステージ。じゃあちょっと一回沼の真ん中探索しよう。沼の真ん中探索するよな、当たり前だよな。で、ここは何でしょうか。大回廊。小林いいよ、洒落てるよお前の頭。あそこは踏んだよね、あそこ踏んだから、次に見える場所はどこじゃ。ここ何、これちょっとこれメッセージ読みましょうよ。これ、この先沼があるぞ。
いや、沼なんだよ。どこを見ても沼なのよ。ぬくもりの日、あ、ぬくもりの日はここちょっと便利そう。火の癒し、ここでする意味ある？あるんです。やばい、やばいやばいやばい、猛毒くんがいる。し、死ぬ、死ぬ。でもここもう何もないのかな、こっちの方。これぐらいしかないのかな。ちょっとお前らもう来なくていいよ。あそこで多分戦いが行われちゃう。戦い行われるんだよ、ここ来たら。絶対絶対怒られる、行われるよな。あいつ何、死な、あいつ何、後ろから来てる、後ろから来てそう。でも一回行く。ええ、動かないの。動くよね、龍神兵。まあ動くと思ってたよ、俺は。お前が最初から最初から動くと思っていましたよ。ええ、動くと思っていましたと思う。もうこのまま戦うわ、ここで。ここで多分いける。武器の火力が足りている、武器の火力が足りているからいける。間違えて飲んでる、間違えて飲んでいます。小林、いけ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 。もうね、関係ないのよ、関係ないのよ。腐敗とかもう腐敗神話なのよ、小林腐敗神話なのよ。もうこいつはもう元から腐敗されてるから、体が元から。やばい、これ一回ローリングしないとまずい。やばいやばいやばい、一回、やばいやばい、完全回復しろ。痛え、しょうがないしょうがない、今のはしょうがない。いやでもこれもうね、火力で押し切るわ、小林火力で押し切ります。いって、やばい、これローリング、叩きつけは厳しい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 、それ厳しい。でもこのまま行け小林、もうゴリ押せ、あとちょっとなんだお前、あとちょっとゴリ押して、ゴリ押して、痛い、やばいやばい、小林まずいまずいまずい、小林まずい、飲め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 、渾身のゴリ押し、ゴリ押し林、痛え痛え、一回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 回復して、一回回復して、小林あぶねえ、火の癒しして、一回癒されて小林、一回癒された、オッケー。待って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 、おいこの野郎、くたばれ、おらー。最後は雷槌で決めました、小林。さあこいつを倒してやっと平穏が訪れたか、この辺に。竜林島、竜林島技量は足りてますね、小林が使うには。古竜の福地たる精髄、さざれ石の鱗を研ぎ澄まし、曇らぬ刃となした獲物、竜神兵は竜たるものとして生まれ、だがそうなることはできず、老いた竜もどきとして滅んでいった。専用戦技、飄来剣。ちょっと使ってみようぜ、使ってみようぜ、飄来剣。あっ、飄来剣、おー、いいじゃん、かっけえかっけえ。いいよ小林、それ竜来剣。ここはやっぱ足場を出すだけっぽいね。じゃあ真ん中の方行って、あそこのせり上がってきた上の方をちょっと探検してみようかな。これ踏んだら何かあってほしいんだけど、どうでしょうか。ここでこっちが、そのルートが出てくるの、あそこでまたなんか踏めるやつが出てくるの。なんかいるんだけど、変なやつ、なんだこいつ。わあ、お前ちょっといい、お前こんなところで、こんなところで俺たち争ってる場合か。共に協力して生き延びようぜ。俺たちはこんなところで戦わなくてもいいだろなあ、お前さん、お前さん分かってくれよ、お前さん。とりあえず雷で殺す。うわあ、なんか免疫の角飾りもらったけどさ、もう免疫とか関係ないレベルなのよこれ。やべ、死ぬ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 、もはや免疫とかね、もう一切関係ないレベルなのよ、ここまで来ると。ちょっとやべえぞこれ。